どうも前坂チャンネルです。よろしくお願いします。せーの、チャンネル、ということでね、5、6人やっていただきましてありがとうございます。言うとりますけどもね、今日なんとこの会場にあの橋本環奈ちゃんが来てるって話なんですよ。橋本環奈ちゃん、あのね、女優の、すごいですよね。すげーぜ、すげーぜ、出ましたね。すげーぜも出ますよ、そりゃね。でもどこかにいるのかな。あ、誰か来る。どうもー、橋本環奈です。橋本環奈じゃん。生で初めて見た。声ふと橋本環奈、声ふと。でもあんなに堂々と自分の名前をはっきり言えるってことは絶対本人だよね。銀魂、今日から俺はセーラー服と機関銃。でも昔はレブフロム DVA 過去過去の出演作品列挙して有名作品いっぱい出て、でも最後にレブフロム DVL って、これ最初のね、アイドル入ってたグループの名前じゃん。だからあの有名になった奇跡の一枚はそのアイドル時代の写真だからね。すごい、やっぱその原点を忘れない姿勢、好感度上げてくるな。橋本環奈の好感度が今爆上がってんな。おいおい、橋本環奈すごいな。なんかそうだぞ。私が生で見るとそこそこですって。ワン、ツー、スリー、フォー、橋本環奈、ズドン。どういうこと？これはもうさすがにどういうこと？これは生で見るとそこそこですねって言われて、ゴッタカンナ許さないかな、橋本環奈じゃん。今名前を3回言っただけだよね。名前さ、このどんなに有名になっても自分の名前を売っていこうっていう貪欲な姿勢ね、見習うべきだな。前坂チャンネル、これ見習うべきだ。この貪欲な姿勢を見習うべきだな、本当に。でも皆さん、橋本環奈ちゃん来てもすごいですよね。すごいね、すっげえ、何言ってんだこいつ2分間みたいな顔してますけどね、みんな顔してますけれども、これね、皆さん、僕の言ってることいずれ必ず受け入れる時が来ますからね。そう、死んだ後にその作品たちが認められたフィンセント・ファン・ゴッホと同じ。最高の気分だ。どうもありがとうございました。